はい、サブトラです。鳥谷選手ね、チームがなければね、オファーがなければ引退するっていう発言されてましたけどね、将来的にはね、阪神に戻ってきてくれるのかっていう質問に関してはね、まあちょっと濁しながらとか言いますか、なんて言ったんやろ、オファーがあればその時にならな分かんないですけどみたいな感じでね、もしかしたら帰ってくるんじゃないかって言われてましたし、鳥さんね、ぜひ帰ってきてほしい、正味ね、帰ってきてほしいし、やっぱり、阪神に追ってほしい選手っていうか、まだ現役続けてほしい選手というかね、ほんまに現役続けてほしいなと思うし、報道されてたようなことはないって言ってたんでね、高年俸やったりとかそういうのもないしみたいな、言われてましたし、ぜひね、どっか取ってほしいけど、まあ今日もう一個ね、嫌なニュースが入ってきたっていうか、国内日本人の補強っていうのはもうほぼ他の10っていうか12球団ほとんど終わってる状況で、まあ外国人助っ人とかの獲得はあり得ても。日本人の移籍とかはもう結構絶望的なんじゃないかって言われてるニュースもね、見ましたけど、いや、まだまだね、現役の姿みたいですし、まあ、独立リーグでも NPB がもちろん理想なんですけどね、独立リーグだったりとか、そういうとこでもね、野球してる姿が見たいし、心の準備ができてないまま引退されるのはちょっと辛いというかね、ほんまに、ぜひね、阪神タイガース、帰ってきてほしいなっていう気持ちもあるけど、将来的にはとりあえず今はね、現役にこだわってるってことでね、ほんまにプレーしてる姿を見たいな、鳥さんの。まだまだ心の準備ができてない、引退試合をちゃんと見に行きたいと思うし、まだ引退してほしくないなっていう気持ちが率直な意見です。はい、ほんまにね、鳥さんお願いだから、まだ元気してほしい。でもこればっかりはね、チームとかの縁とかもあるんでね、まあでもね、鳥さんが最後に試合出た9月30日の試合ね、見に行けたことはほんまに誇りに思ってるし、はい、良かったなと思います。はい、そんな感じでね、以上で終わるかなと思うんですけど、最後にね、鳥さんのヒッティングマーチを歌って終わりたいと思います。夢のせいで羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれさ、君がヒーローだ、鳥谷隆、かっ飛ばせ鳥谷。